皆さんこんにちは、りくちゃんです。今日はダイハツの妖怪夏祭りキャンペーンに行ってきたので、このウサピョンの B メダルと妖怪くじを紹介したいと思います。まずはこのウサピョンの B メダル、ミリタリースタイルを紹介します。では妖怪メダル開けていきます。これはダイハツのホームページで先週簡易登録をして自分の妖怪免許証を作って、それをダイハツのところにで見せてもらいました。で開けます。うわーすごい、こういうのです。すごいキラキラです。そして次にこのダイハツのお店でこれをもらった後、なんか抽選会をやっていたので妖怪くじをやりました。そして私はなんと一等が当たりました。一等の景品がじゃじゃーん、この親子 T シャツでした。やったー、これが一等ってびっくりしました。ではまずはこの大人用の T シャツを開けてみてみたいと思います。わお、かわいい、コマさんの絵が描いてあります。そして後ろがどでかく使おうとかなんか書いてあります。CM のやつです。次はこの子供用の T シャツを開けてみたいと思います。なんか青と黄色があって、私は黄色を選びました。こういうのです。ここにはコマジローの絵が描いてあります。かわいい、なんか裏がすごい。こういうのです。コマジローの T シャツです。すっごくかわいいです。そして裏がこんなのです。すごいかわいい、これ CM でやってたやつです。下にコマさんとコマジローがいます。じゃあこれ着てみようかな。うわー、着れました。後ろはこんな感じです。すっごくかわいいです。やったー、これもらえてすっごく嬉しいです。チャンネル登録忘れないでね。レクチャンネルでした。バイバイ。